エリザベスシティの水上戦は、南北戦争初期の1862年2月10日、ノースカロライナ州エリザベスシティ近くのパスクオタンク側で行われた戦闘である。北軍北、大西洋封鎖戦隊の艦船が、南軍モスキート戦隊の艦船と対抗した。南軍は、エリザベスシティの南東境界近く、コブスポイントにあった4門の大砲からなる機種の、 砲台からの支援もあった。この戦闘は、北軍陸軍のアンブローズ・バーンサイド少将が率いバーンサイド遠征とも呼ばれたノースカロライナ州での作戦の一部だった。結果は、北軍の勝利となり、エリザベスシティとその周辺水系を北軍が抑え、南軍の艦艇は捕獲、沈没、または、挑戦ということになった。エリザベスシティは、北から、 アルベマールサウンドに注ぎ入るパスクオタンク側、川口近くにある。街の北には、ディズマルスワンプ運河がある。東には、アルベマールチェサピーク運河の南部分があり、狭い陸地によってパスクオタンク側と分かれていた。ノースカロライナ州から配達される食料や資料はこの二つの運河を通って、バージニア州の東部に運ばれていた。特に、 バージニア州ノーフォークはその生き残り条件としてこれら運河を引き続き使えることが重要だった。ノースカロライナ州の核サウンドが南軍の支配下にある限り北軍海軍がチェサピークアンコを封鎖していたとしてもノーフォークには物資が供給された。しかしこの状況は1862年2月早々に変化した。バーンサイドが指揮する。 北軍陸軍と海軍将官ルイス・ウェム・ゴールズ・ボロが指揮する海軍との水陸共同作戦で2月7日から8日にかけて行われた戦闘によりそれまでは北軍の脅威からサウンドを遮蔽していたクロータンサウンドにあるロアーク島を北軍が占領したそれ以前に北軍の艦船はこれら運河を封鎖しようとしておりそのためには ハッテラスイレれからパムリコサウンドに入り、続いてアルベマールサウンドに入るとすれば、ロアノーク島の南軍砲台数箇所を通り過ぎる必要があった。しかし、これら砲台が排除された時点で、北軍海軍を遮るものとすれば、南軍海軍のモスキート戦隊があるのみだった。バーンサイド遠征の最初の一撃は2月7日のロアノーク島の戦いだった。 この二日間の戦闘の初日、19隻の北軍砲艦が、クロータンサウンドに面する南軍の4カ所の砲台と、南軍海軍8隻の艦艇に砲撃したが、決着はつかなかった。北軍の艦船は、海軍将官ルイス・エム・ゴールズボロが指揮する北、大西洋封鎖戦隊の一部だった。南軍の艦船は、海軍将官ウィリアム・ F リンチが率いる船隊から、 引き抜かれたものであり、アルベマールサウンドと周辺水域で活動することを意図した、モスキート船体と呼ばれた。モスキート船体のうち2隻はこの場にいなかった。CSS アポマトックスは、イーデントンまで補給のために派遣され、戦いの時には間に合わなかった。スクーナーの CSS ブラックオーリアーは、船体の他の感染が、 蒸気駆動であるのに対して小舟だったので機動力がなく、おそらくは船体から外されていた。砲撃船は正午から日没まで続いた。船体の中で唯一重要な被害と言えるものは喫水船に穴を開けられ、沈没を避けるために浜に乗り上げた CSS カールを失ったことだった。ロアの奥島が翌日降伏した時、カールは 北軍の手に渡らないように燃やされた。他の艦船も損傷を受けたが、敵の手によってではなかった。CSS フォレストはスクリューが水中の障害物に当たって損傷し、その後自力では航行できなくなった。モスキート船体の他の艦船は、わずかな損傷を受けたに過ぎなかった。その日の終わりに、単に弾薬が突きかけたという理由で、フォレストを栄光して引き上げた。 リンチ海軍将官はその船体をエリザベスシティまで引いていき、補給とフォレストの修理を行おうとした。しかし、その弾薬庫を満たすだけの弾薬がなかったので、元 CSS、カールーの艦長トマスティーハンター海軍中佐をノーフォークに派遣した。後には、同じ目的でディズマルスワンプ運河に CSS ローリーを派遣した。 ハンターは二隻の艦船に補給できるだけのものしかもたらさなかった。リンチはそれら弾薬を使える艦船で分け合った。しかし、ローリーは次の戦いには戻ってこられなかった。モスキート船体にそれ以上の変化は起こらなかった。このために次の戦い直前、使える艦船は六隻であり、それぞれが十回は砲撃できる弾薬を備えた、だけだった。 2月8日のロアノーク島の降伏には、クロータンサウンドに面した、南軍すべての砦が含まれていたので、パムリコサウンドからアルベマールサウンドに、北軍艦船が出入りするのを妨げる手段はなかった。ゴールズボロ海軍将官は、それゆえに砲艦に、モスキート船体の追撃と破壊を命じた。前日の砲撃戦で、大きな損傷を受けた艦船はなかったが、数隻は、 損傷があったので、それらは命令の中に含めなかった。しかし14隻の艦艇が残っており、大砲の数では37門に達した。ゴールズボロ自身は追撃に加わらなかった。その代わりに、スティーブン・シーロー湾海軍中佐が指揮した。もし臨地艦長が自分たちと同様に、北軍艦隊も弾薬が足りなくなっているのを知ることが、 できれば、その戦術を変えたであろうが、結果は同じになったかもしれない。ロウアン海軍中佐はその艦隊の艦長たちに弾薬の節約を命じた。昇格攻撃と乗り移り、戦術を使うよう告げており、できる限り敵艦を航行不能にするか捕獲することとされていた。2月9日、ローアンの奉還戦隊はこの時沈黙していた。 クロータンサウンドを過ぎ、アルベマールサウンドを横切った。エリザベスシティに近づいた頃は暗くなり、夜の間は怒りを下ろした。リンチは、北軍戦隊が停泊している時間を使ってきたるべき、戦闘のために、自軍の艦船を配置した。コブスポイントの四門の大砲がある砲台を起点に、して、スクーナーの CSS ブラックオーリアーをコブスポイントの、 反対側に置き、残りの蒸気船5隻は上流に少し離れて川を横切るように戦列を組ませた。林地がそこを起点にしたのは、3日前のロアノーク島の戦いの初戦に北軍がやったように、戦いを進める前に、砦の戦力を減らすものと予測したからだった。艦長たちへの最後の指示にはその艦船を敵の手に渡すなという命令も含まれていた。 他のことが全て失敗したとしても脱出すべきか、あるいはその感染を破壊することという意味だった。2月10日夜明け、リンチはまずコブズポイントの砲台の防衛隊と、船隊との協調を取るために砲台を訪れたが、そこには、わずか7人の民兵と1人の市民がいるだけだった。リンチが考えていたように砲台は強固な防衛拠点だったので、 CSS ボーフォート艦長で副船隊長のウィリアム・ H パーカーにその乗組員の大半とともに陸へ上がり大砲の配置に着くよう命令した。ボーフォートには運河を遡って航行させられるだけの人員を残した。こうして人員を追加しても4門のうち3門のみが使えるようになっただけだった。戦闘が始まった時民兵たちは即座に脱走し、 二問だけで敵に対抗することになった。この砲台は役立たずであることが分かった。ローアンは弾薬が少なく、その任務が南軍戦隊を破壊することだったので、その艦船には砲台を無視するよう命じた。パーカーとその部隊は何発か乱射しただけで損傷を与えられず、北軍艦隊が上流に出てしまうとその大砲が役に立たなくなった。それゆえに、 自軍の艦船が北軍艦隊に破壊されるのを見ているだけになった。南軍船隊で最初に失われたのはスクーナーの CSS ブラックウォリアーだった。攻撃部隊がコブスポイントを通り過ぎる時に全艦から砲撃されたので乗組員は艦艇を放棄して火をつけた。同様に CSS ファニーが岸に乗り上げ燃やされた。 USS セレスからの乗り移り部隊が白兵戦を行って CSS エリスを占領した。CSS シーバードは脱出を試みたが追いつかれて USS コモドアペリーによって沈められた。CSS ボーフォートと CSS アポマトックスはうまくディズマルスワンプンガまで逃げ込んだ。そこで最後の皮肉が起こった。 アポマトックスはその肛門を通るには2インチだけ幅がありすぎたので燃やしてしまうしかなかった。2月8日の戦闘でスクリューを損傷して修繕のために取って置かれた CSS フォレストは未完で名前も付けられていなかった砲巻とともに燃やされた。CSS ローリーはまだノーフォークにいたので損傷を受けることもなかった。人命の損失は少なかった。 攻撃した、北軍艦隊は2名が戦死、7名が負傷した。一方南軍は4名が戦死、6名が負傷、34名が捕虜になった。ロアの奥島から撤退してきていた南軍は、その戦隊が破壊されコブスポイントの砲台も降伏したことを知ると、ヘンリー・エワイズ十二章からの町を破壊しろという命令に基づいてエリザベスシティに火をつけた。 北軍艦隊の水兵が到着した時は2階区が燃えていたが残りは無事だった。アルベマールチェサピーク運河はノース川の入り口近くで閉鎖された。撤退する南軍が妨害を始めた。ゴールズバラ海軍将官の命令で勝利した北軍が閉鎖を完成した。イーデントンの町は2月12日に港湾海軍中佐の4隻の砲艦によって 無欠で占領された。二隻のスクーナーが捕獲されたは破壊された。大砲八門が捕獲された。アルベマールサウンドの周りには南軍がいなくなった。それは戦争が終わるまでの大半で続いた。唯一北軍支配に対する挑戦は1864年夏の CSS アルベマールの短期間の実験だった。ノーフォークは攻撃されなかったが孤立し、 南軍にとっての価値がなくなっていった。5月にはノーフォーク氏が放棄された。客中で使われている略語の説明。ありがとうございます。